中学受験生の皆さん、こんにちは。はい、じゃあ今日も、昨日行われた、4月14日に行われた四谷大塚の、合符号判定テストの、解説というか、社会の復習に関して話をしていきたいと思います。社会に関しては暗記科目なので、やっぱりこの、大体答えを見ればある程度は分かると思います。で、答えを参考にして、見れば分かるということで、じゃあ何がポイントかって、模試を、解いていく上で何がポイントかっていうと、今後どんな問題が予想されるかだったりとか、じゃあこの模試が出てきたことによって今、これから受ける、まあ志望校に対してどういうふうに勉強していくかっていう上ではかなり重要なポイントです。やっぱり、予習シリーズ、まあ四谷大塚の合符号判定テスト、各学校の志望校、まあ各学校中学校の、過去問を、元にして作っているっていうところがありますので、やっぱり、過去に出題されたものが出てます。なので、その部分しっかり押さえておきましょう。その中で一番重要なところっていうところがを今回また一つ、四角3番についてであれば、先ほど問1を解説しましたけども、次に、今回先生が重要だなって思うのは問2番です。問2番、に関して今回、解説していきたいと思います。じゃあ問2番は、下線丸1について次の問いに答えなさい。じゃあ丸1がどんな問題かって、問題文はもう、問題解いた人は読んでると思うので、ここは省略しますけども、丸1は、日本国憲法。日本国憲法について、次の問いに答えなさいってことになります。じゃあ1の方ですね。日本国憲法の成立について述べた文として、正しくないものを、次から選んで記号で答えなさい。これ正しくないものがポイントとなります。こういったところに、試験中、線を引く習慣をつけるっていうことも一つ社会を解いていく上で大事です。正しいか正しくないか、どっちかによって選ぶものがかなり違いますので、じゃあ自分で線を引いて正しくないものと今回は。じゃあ正しくないもの、の中で、じゃあそれぞれ、あ、い、う、えを読んでいくと、あは、大日本帝国憲法を全面改正する形で作られた。憲法案の審議は、衆議院と新たに設置された参議院によって進められた。GHQ の指示で、日本政府が最初に作成した憲法案は、それまでの憲法とほとんど変わらなかった。憲法案の審議には、戦後に実施された選挙によって選ばれた女性議員も参加したという形です。あ、い、う、えの中で、これ答えとしては、正しくない、ものなので答えはいになります。ここはもう読んでしまえばいいと思います。じゃあここで、結局のところ、まああ、う、えは予習シリーズに、の6年、が5年だね。5年の弦に書かれてます。で、う、いだけは、まあ、ほとんど書かれてません。ただ、憲法案の審議は、結局衆議院と新たに設置された参議院によって進められたってことだけども、ここで覚えておいてほしいの、振り返って、プラスアルファ、ここから覚えておいてほしいのは、参議院の成立、正式な成立はいつだったか。ここをしっかり知っていれば、ここは間違ってるんだっていうところが、わかると思います。参議院の成立は実は、これ、憲法の施行の日と同じになってます。1947年、5月3日。これが成立、参議院の、成立の日になってます。なので、憲法は結局のところ、憲法の審議っていうのは結局参議院の成立前に行われないと、この日の結局、施行される日の前に、行われないとおかしいので、やっぱり参議院の成立が、施行日と同じってことは、これは矛盾してしまいますと。なので、今後、中学受験で、こういった形での問題が出てくる可能性があります。上位の学校なら特に。
なので、今回、プラスアルファとしてレベルアップして参議院の成立の日、年と日時も、結局のところ憲法の施行の日と同じなんだよっていうふうに、覚えておきましょう。ここ超重要です。ここが覚えてるか覚えてないかで上位の学校に行けるか行けないかもかなり分かれ目となりますので、ここはしっかり、今回暗記しましょう。じゃあ次行きましょう。次2番、今度問い2の2番についていきます。問い2の2番、問題文読むと、国会が、日本国憲法の改正案を国民に示すために必要となる条件を次から選んで、記号で答えなさい。これは基本的な問題です。でもここで、結局覚えてるか覚えてないかがものすごく、重要になってくる問題なので、ここは一つ取り上げます。で、これ、法律の、結局のところ成立に関する条件と、憲法の改正に関する条件っていうのはやっぱり違います。結局のところ、下の、問い、4だね、問い4で憲法っていうのは国の最高法規っていう形で、定められていると、いうような形なので、やっぱり法律と憲法、ここには順位がついてます。だからやっぱり成立の基準は違います。成立の基準は違う。で、ここで、まあ、もっと詳しい話をすると、すごく長くなるのでポイントだけに行きますけれども、じゃあ憲法の、成立するための条件として、絶対に重要なものっていうのが、結局ここで、答えのうになる各議員の総議員の、3分の2以上の、賛成っていう形です。みんな3分の2って3分の2以上っていう数字は結構覚えてるんだけれども、ここの総議員が抜けて起きちゃってる子っていうのが結構います。で、普通、まあ、法律の成立だったりとかは、出席議員っていう形で出席した人の中で3分の、過半数だったりとか3分の2以上取れてれば、法律ができてしまうというルールがあるけれども、憲法に関しては違いますと。必ず、全員どんな人でも議員は全員出席しなければ、憲法の改正は、成立しません。総議員の、まあ、出席だね、全員が、義務となると。これを今回意識して、覚えましょう。こういった問題で結局のところ、ただ、模試を取って、模試を受けて、で、偏差値や点数を見て一喜一憂するだけじゃなくって、じゃあ間違えたところも合ってたところも全て含めて、じゃあ今後志望校を、合格するために何が必要かっていうのをしっかり考えてください。そうなったら結局のところ一歩一歩進んでいって、合格に近づくと思います。じゃあ受験生の皆さん合格に向けて、これからまだまだ長いかもしれないけれども頑張っていきましょう。